ねえ、栗山さん、こっち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 、ほら、ここさ、このゴミ捨て場にさ、うん、これあるけど、ちょっとこれ飲んでみてよ、これ。あ、これこれ。ちょっと待って、医療用検査の水ですね。早く飲んでみて、ちょっと、なんか医療用の、朝鮮人参みたいなの入ってんじゃん、うん。そう、医療用の検査の水はね、これ中にこういうのが入ってるんですよ。早く。ちょっと待って。何これ。あ、医療用の検査の水。え、医療この中のほら人参みたいなの医療用のほら検査の水だから。ちょ、見えないちゃんと見せて。医療用の検査の水、これあれでしょ、朝鮮人参でしょ。朝鮮といえば私の友達。あ、すごい酒の匂いが。酒じゃねえかよこれ。なんかあっちにもあるよ、ほらこっち、うん、ちょっとそれ置いときね、そこ。うわー、なにこれ。フリアンさん、こっちこっちこっち、これすごい。なにこれ、もっすごいね、これ。なんか色がすごいだろ。ちょっと開けてみて。色がなんかすげえ昔のじゃん。これ女性がその検査のためにわざ早くいいから飲んで、うん、開かない。そう、本当は俺のあのね、人参食ってみてよ、人参。あの新しいシンボル印にこれを流してこうマッサージで擦り込みたいぐらいなんだよね。女性が入れてくれた。見えない、うん、飲んでみて。どう。ああ、女子の匂いがする。女子臭の匂いがする。人参食って。あ、これか、栗山さんのあのシンボル印のとっておきのほら。何これ。あ、これ俺と同じ長さ、20。やめとけよ。俺のほら。やめてそれ。さあ、食ってみて。上から食ってみて。お、まずっ。苦っていうか苦っ。あ、女性が。ここガリって言ってよ。女性があれだ、口に入れたくないのもわかるよね。私のあの大きなこけしマーク印のやつよね。歯が一本じゃ食えねえか。いや、そうじゃない。今治療中だから。治療中ですから。家庭は無理。じゃあ飲んでおしまいするか。ちみえ、飲んで、ちみえ、そこ。ああ。うわ、これすげえ。うわ。どんな味？後から来た。すごい、女性のこの独特なね、あれですよ。いいのがあった。これすごいぞ、見てくれ。ほらこれで飲めばいいじゃん。おー、いいね。いや、俺こっちかっていうとこのでかい方で飲みてえな、うん、ちょっと飲むでいいかい。うん、うん、最初これから飲むね。うん、飲むぞ。いいか。うわ、女性フェロモンの大ホークスだ、これ。女性ホルモンの大ホークス、すごい。あー、いい匂い。どう。あー、そちらの美しい方のフェロモンの匂いがしていいね、これ。ただで酒飲めていいね、今日。いや、だって女性のね、素晴らしい。これもさ、この人参も食ってよ。この人参出してよ、全部。本当は自分で。さ、ちょっとこれ、手を突っ込んで取るから。うん、人参取ってみて。人参ね。人参取ってよ、ほら、上から。一本、二本、人参ってうまいこと言うねってか。ほら、すげえだろ。ほら、上。ほら。って。見えない。ほら。どう、おいしい。うん、味がねえな、うん、全部食っといてあげる、とりあえずほら元気になるじゃん。どうですか。味がないけど、なんかこの